3月11日で、37歳なんですけれども、本来の JBC の規定だったら、引退しなくちゃいけない年なんですけれども、日本ランキングに、まあ、入っているゆえにちょっと寿命が伸びまして、はい、37歳初デビューということで試合をさせていただくことに試合をさせていただきます。で、今回ちょっと下手な試合をしてしまった場合はちょっと JBC から引退勧告が出る可能性もあるので、もう絶対自分の実力を全部出し切って良い試合を絶対してやろうという、多分今までの中で一番意気込みがある試合になると思っております。まあやっぱり単純に私の格闘技の原点がここにあるんで、はい、格闘技の原点はセーラー戦士なんで、セーラー戦士のようにかっこよくかっこいい女性になりたいっていうところから始まって格闘技を続けてたので、はい、原点に帰ってみました。身が引き締まる思いですね。やっぱこれを着るとやっぱりちょっと少しでも近づかないとっていう、少しでもセーラー戦士に近づかないとっていう気持ちになりますね。で、実は言うと、最近、まあ、昔はセーラー戦士のコスプレ風のユニフォームで試合をしてたんですけど、まあ、だいぶ年齢も年齢だったんでちょっと人前ではと思って控えてた時期もあったんですけど、まあ、ちょっとまあ、リングに上がる際はちゃんと、まあ、ボクサーの格好をちょっと年齢もあれなんでしようかなとは思うんですけど、まあ、それにセーラームーンじゃなくてもだんだん慣れてきたんで、まあ、自分に勇気を与えるためにも前はセーラー選手の格好をしてたのもあったんですけど、まあ、なくてもだんだんとできるようになってきたので、まあ、普通のボクサーの格好で試合をしてたんですけど、まあ、やっぱりセーラー選手の格好はしたいんで、場があれば着たいのでちょっと今回は着させていただきました。